ポチッとな。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜名湖でカヤックフィッシングを楽しんできました。よかったら最後までご視聴ください。乗っているカヤックは楽天市場さんで、一人乗り用の一番安いですね、価格は3万5千円程度の一人乗り用カヤックを購入して乗っています。そして魚群探知機はホンダ電子さんの GPS 付きの製品になります。こちらの商品は概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、よかったら見ていってください。そしてバッテリーはリン酸リチウムバッテリーを40アンペアですね、40アンペアアワーのものを1機搭載しております。でエレキモーターはミンコタ製のエレキモーターを後部に配置しております。お腹が減ったのでファミリーマートで買ってきたおむすびを食べています。たくあんがね、何気に美味しいです。さあみんな大好きソリティライチですね。こちらの愛飲しているジュースになります。さあポイントまで出かけようと、とりあえずですね、浅瀬ではこうやってパドルを使用して、深くなりますとエレキモーターを動かしております。取り付けはこんな感じになります。念のためサイドフロートをつけております。これで転覆がですね、免れるということで、安定感がすごく増しますのでおすすめです。水深が 1.5 メートル、6メートルというですね、シャローエリアになります。こちらでですね、ヘダイ、クロダイ、キビレなどを狙いたいと思います。さあ、餌はですね、オキアミを使いました。浅いので、延べ竿で、玉浮きをですね、つけて、釣っています。はい、こちらはですね、キビレになります。さあどんどんですねかかってきます。やっぱりオキアミはですね、食いがいいですね。こちらはヘダイです。サイズ的には今のサイズがだいたい標準になります。大型のものはあまり今ヒットしないですね。クロダイが少し一回り二回り大きめのものが釣れたりはします。こちらもキビレです。ヒレがですねすごい尖ってますので、強く触るとですねトゲで怪我をしますので慎重に取り扱います。この時はですね、潮がちょうど止まった、揚げ潮の止まりで、潮止まりになっております。なのでですね、波とかも全然ないんですよね。
風も穏やかで、終始ですね、釣りやすい状況があります。こちらも日びれです。一応ですね、ルアーも持ってったんですが、試しに使ってみたオキアミがですね、釣果がすこぶる良かったので、思わずですね、このオキアミで釣ることになりました。クロダイの小さいのですね、こちらはですね、リリースサイズになります。針は、袖針を使っております。セイコ針ですね。ちょっとですね、大きいのがかかりましたので、取り込みは網を使います。もうこの時点でですね、まあちょっと一回り大きいなと思って、網をね、積極的に使います。フィッシュグリップを用意したんですけど、グリップのね、太さがですね、口に合わなくてですね、引っかからなかったので、まあ諦めました。それほどですね、大きくはなかったですね。まあ、せっかくなので、このクロダイをですね、測ってみたいと思います。25センチ強ありましたね。さあ、次から次へとですね、オキアミで釣ることができます。サイズは S サイズのオキアミを使います。オキアミのサイズは、使う、使用する針によって使い分けるといいかなと思います。L サイズでも LL サイズでもどちらでもいいと思います。こちらは木びれになります。木びれはですね、もう見た目の大きさよりもすごくですね、過敏に抵抗するので釣りごたえがあります。今回はですね、こんなところで動画を閉じさせていただきます。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でご視聴ありがとうございました。バイバーイ。